今回は消耗品と消耗品比の論点について学習していきたいと思います。で、決算の説明をする前に、まだ消耗品の期中取引について学習していませんでしたから、ここで説明しておきたいと思います。で、実は鉛筆や消しゴムやコピー用紙などの消耗品を購入した場合には、消耗品という資産が増えたと考えて記帳する方法と、どうせすぐに使うものですから、その時点で費用が発生したとみなす記帳方法の2つの方法があります。で、なお、消耗品については、消耗品という資産を表す消耗品という資産の勘定科目と、消耗品を使用したことによる費用を表す消耗品費という費用の勘定科目を使い分けて記帳します。ですから、例えば3万円分の消耗品を現金で購入した場合、消耗品勘定で処理する、つまり資産が増えたと考えて記帳するのであれば、仕分けの借り方は消耗品3万円となって、貸し方は現金3万円となりますので、消耗品勘定の借り方に3万円と転記されます。で、一方、消耗品費勘定で処理する、つまり費用が発生したと考えて記帳をするのであれば、仕分けの借り方は消耗品費3万円となって、貸し方は現金3万円となりますので、消耗品費勘定の借り方に3万円と転記されます。さて、以上のことを踏まえて、今から決算整理の説明をしていきたいと思いますが、まずはなぜ決算整理で残高を修正しなくてはいけないのかという理屈から説明したいと思います。例えば、500円で500枚のコピー用紙を買った場合、10枚使うと10円の資産が減って、10円の費用が発生しているわけですが、コピー用紙を使うたびにいちいち仕分けをすることはありません。まあ、とはいえ、本来3万円分の消耗品を買って、2万円分使って、期末に1万円分残っているのであれば、貸借対照表には消耗品1万円、損益計算書には消耗品費2万円と載せるべきなんです。まあ、なのに、消耗品を使うたびにいちいち記帳しませんから、決算整理前残高試算表前 TB には消耗品3万円なり消耗品費3万円なり購入した時の金額がそのまま載ってしまっているわけです。したがって期末に使わずに残っている分だけ貸借対照表に資産として載せるとともに、期中に使った分だけ損益計算書に費用として載せるための手続きが必要となるわけです。例えば、決算整理前残高試算表、前 TB の消耗品勘定の残高が10万円で、期末の消耗品の未使用高が2000円であった場合、まず、消耗品勘定の残高が10万円あるということは、期中に消耗品を購入した時には資産が増えたと考えて記帳していて、当期に使える消耗品は最大10万円であったことがわかります。そして、期末に2000円残っているということは9万8000円使ったということですから、消耗品勘定の残高を9万8000円減らして2000円を貸借対照表に載せるとともに、消耗品費勘定の残高を9万8000円増やして、これを損益計算書に載せる必要があるということです。つまり、決算整理仕分けは、消耗品勘定の貸し方を9万8000円増やすために、貸し方が消耗品9万8000円となって、消耗品費勘定の借り方を9万8000円増やすために、借り方が消耗品費9万8000円となります。次は、決算整理前残高試算表、前 TB の
消耗品非勘定の残高が10万円で、期末の消耗品の未使用高が2000円であった場合について考えてみたいと思います。前提条件は先ほどと同じですが、今回は前提 B に消耗品ではなくて、消耗品費の残高が10万円あるということは、期中に消耗品を購入した時には、費用が発生したと考えて記帳していて、当期に使える消耗品は最大10万円であったことがわかります。そして、期末に2000円残っているということは、2000円は使わなかったということですから、消耗品勘定の残高を2000円増やして、これを貸借対照表に載せるとともに、消耗品非勘定の残高を2000円減らして、9万8000円を損益計算書に載せる必要があるということです。つまり、決算整理仕分けは、消耗品勘定の借り方を2000円増やすために、借り方が消耗品2000円となって、消耗品非勘定の貸し方を2000円増やすために、貸し方が消耗品費2000円となります。仕分けは先ほどと大きく違いますが、やっていることは同じですから、最終的な残高は同じになります。それでは最後に、精算表形式の問題を2つ解いて終わりたいと思います。例えば、画面にあるような精算表が資料として与えられて、期末の消耗品の未使用高が5000円あった場合について考えてみます。消耗品の決算整理では、まず、期中に消耗品を購入した時に、どちらの方法で記帳しているかを確認してください。そこで、最初に注目するべきは、精算表の勘定科目欄です。精算表に消耗品とあるということは、期中に消耗品を購入した時には、消耗品という資産が増えたと考えて記帳しているということです。なので、期末時点の残高は、消耗品勘定が借方残高20万円、消耗品費勘定が0ということがわかります。期末時点の勘定の状態を把握したら、次に考えるべきは、財務諸表にどのような金額を載せたいのかということ。要は、勘定の残高をいくらに修正したいのかということです。そこで質問ですが、貸借対照表に載せる消耗品の金額は何円とするべきでしょうか。貸借対照表には、期末時点の状態を載せますので、答えは、期末の未使用高の5000円です。そこで、消耗品勘定の残高が5000円となるように、残高を減らして、同額が消耗品費の発生だと考えます。つまり、決算整理でやりたいことは、消耗品勘定の貸し方を19万5000円増やして、消耗品費勘定の借り方を19万5000円増やすことです。よって、決算整理仕分けは、借方消耗品費19万5000円、貸方消耗品19万5000円となります。これにより、消耗品の行の修正記入欄には、貸方に19万5000円と書き込んで、精算表の空欄は消耗品費、同じ行の修正記入欄には、借り方に19万5000円と書き込みます。したがって、消耗品の行は、貸借対照表欄の借り方が5000円になって、消耗品費の行は、損益計算書欄の借り方が19万5000円になります。今度は、画面にあるような精算表が資料として与えられて、期末の消耗品の未使用高が5000円あった場合についてです。消耗品の決算整理では、まず、期中に消耗品を購入したときに、どちらの方法で記帳しているかを確認してください。
生産表に消耗品費等あるということは、期中に消耗品を購入したときには、消耗品費という費用が発生したと考えて記帳しているということです。なので、期末時点の残高は、消耗品勘定が0、消耗品費勘定が借方残高20万円ということがわかります。で、次は、勘定の残高をいくらにするかを考えます。さて、消耗品勘定の残高はいくらにするべきでしょうか？答えは、期末の未使用高の5000円です。そこで、消耗品勘定の残高が5000円となるように修正して、同額が消耗品費の未発生、要は費用の計上のしすぎだと考えます。つまり、決算整理でやりたいことは、消耗品勘定の借り方を5000円増やして、消耗品費勘定の貸し方を5000円増やすことです。よって、決算整理仕分けは、借り方消耗品5000円、貸し方消耗品費5000円となります。で、これにより、消耗品費の行の修正記入欄には、貸方に5000円と書き込んで、生産表の空欄は消耗品、同じ行の修正記入欄には借方に5000円と書き込みます。したがって、消耗品費の行は損益計算書欄の借方が19万5000円になって、消耗品の行は貸借対照表欄の借方が5000円となります。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。